きつい、冗談きついよ。何このシステム。メルティナー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 メルティWe'll be right back.
ありがとうございます。お待ちかねの。いや、俺らすぐ、メルティーナと。お待ちかねメンバー紹介したいと思います。いつもドラム一生懸命叩いてくれる、ストイックボーイなんですけど、水を買って飲むぐらいなら公園で水を飲んで、ベースいつも頑張って弾いてくれてる、超、オラオラ系男子俺飲むのは俺飲むの、お前飲むのも俺飲むの、ジョン。趣味は料理、得意料理は唐揚げ、ビジネス料理オッケー唐揚げ岡山生まれのヒップホップ育ち、悪いやつはみんな話す犬とかのシリュー、ごめん、間違った私好きな食べ物は蕎麦とラーメン、あとは家族の方だね。アレクサの鳥肌です。なんか絞りが、それ違うやつ、そうですね、ちょっと、まず12月の17日にですね、すすきのライトワンオーでバンプスのコピーやらせていただきます。やっちゃうの、うん、来てね、やっちゃうの、アディクト、なんか来ようかなと思ったら来てください、とりあえず。お願いします。最後にですね、しみくんが大事な話があるんで、しみくんお願いします。なんだなんだ、みんな知ってると思うけど、俺旭川行っちゃうんだよね。うそー、寂しい、知らなかった。いや、そう、それで、14日、10月の14日に創立会やるんで、来たい人、なんか連絡してください。全員ああ、分かる、こうなるし、みんないろいろあるぞ、仕事もなくなって稼ぎがなくなってどうしようってなって、ただ俺には貯蓄があった。貯蓄一番強い武器、不動産を買ってやった。俺もいろいろあったぞ。貯蓄、結構思うのが、そのなんか辛いこと起きたりとか、結構さ、そういう人いると思うのが、なんか私生活つまんねえとかさ、今も関係ねえよって話で、私生活をさ、やっぱり楽しむのってさ、自分自身が大事だよ、わけで、なんか真面目に語ってるけど、結構チャランポなんだから、これも。でも、なんかそういうやつを見てね、元気もらったらいいなって。でも俺、一応ね、あのそこら辺のやつが金持ってから、ごちそうさまです。ただ忙しくて使えなかった。わお、でもやっぱそういうの大事だと思うんで、みんな、なんか3万で行きましょう。やったー。結構ちょっと俺なんか今日泣くかなと思ったの、ちょっと泣け。いや、親友だし、このメンバー自分で集めたんだよね、今回。集めて、でなんかこんだけ大勢の人を見てもらって嬉しいなと思って、まあ、なんか最後じゃないけど、なんかちょっと旅立つ前にいい思い作りたいなと思って。おちょっとなかなかなっちゃったけど、みんななんか旭川ラーメン食いに行くの、行く動物園行く、こういう人いるんで、旭川で一発盛り上げてから札幌帰ってこようかなと思って。帰ってこいよ。帰ってます、岡山県に帰ります。そっちかい、そっちかい。いや、もうそれで、あのね、もう最後のバンド控えてるし、俺らあの次の曲で最後なんだけど、初めてそれが聴きたかった。なんかその阿部さん待ってたよ、ありがとう、もうありがたい、皆さんなんか楽しみっつって、俺結構すごいミスりまくって今日ちょっとやばいけど、
気にしない気にしない気にしない練習練習不足猫ちゃん気にしない車でドリフトばっかしてたらダメだね何やってんねんそういうことばっかりしてるからでなんか今日はなんか最後だし最後じゃないわ危ない、まあ、最後ってことをしとこう、うん、であのせっかくだし俺すごい北海道に来てから一番近くでね水曜ちゃん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 泣きそういろいろあるからで彼も今年結婚しておめでたいなっていうおめでとうなんかおめでとう忘れないように結婚式行けなくてごめん大きい2回の大きい思い出作っていこうっていうことで水曜ちゃんと思い出のちょっとしっとりしてるって言って最後ちょっと、ね、貸して貸してあの締めようかなと思ってますすいませんありがとうございましたありがとうありがとうジョン手高いだからごめんねはい、そんなことなんかやらねえんだぞ。騒ぎ散らかそうぜ。Take a life, you're a man of truth. Oh, without every reason.